はい、どうもコミーです。さて本日はですね、こちらつむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。で、今日はですね、今までと同じようなタンホール12、13の解説ではなくて、レジェンドリーグのお話をしていきたいなというふうに思います。で、ですね、今日そのテーマにするのは、タンホール9レジェンドというやつでして、リーダーのリュウキさんご存知の方結構ね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、このね、リュウキさんが今、タンホール9、まあ、カンスト状態で、レジェンドリーグ維持しています。で、どんな風にですね、維持してるのっていうところをちょっとね、動画にしていきたいというふうに思いますので、まずは、こちらのリプレイからご覧ください。今日合計3本、動画をお届けしますけども、基本的に全部、攻め方とかは同じです。まあ、いろんなね、村に対してこう攻めてるっていうところを見てもらいながら、リュウキさんがタウンホール9でレジェンドを維持している理由、まあ、その背景に関しても見ていけたらというふうに思っています。で、こちらですね、タウンホール10の村を攻めてて、おいおい、マジかよって思うかもしれないですね。レジェンドにタウンホール10なんているのと。まあ、9のレジェンドがいるんだから、当然10のレジェンドはいるんですよ。いるんですけど、この相手よく見ると、ここね、ちょっと見えにくいんだけど、ここ。タイタン2なんですよね。今、リュウキさんのトロフィーって、5000超えてないんですよ。4500か600ぐらいで維持されていて、で、この、トロフィー帯で、シーズンの、なんていうかな、一回トロフィーがリセットされる、そのシーズンの終盤、ちょうど今ぐらいまで、シールド貼っとくんですね。で、貼っておいて、このくらいのタイミングでシールドを解除し、まあ、当然結構攻められるんですけど、相手のね、村レベルが弱いところを狙って、まあ、こんな形で、星を稼いでいくというところですね。レジェンドに所属していると、ものすごいね、勢いで、相手に攻められてですね、トロフィーが溶けていくんですけども、そこのところをね、こんな形でちゃんと、シールドを貼ることでケアするっていう形ですね。で、攻め方は、クイヒーからの、ヒーラーをバルキリーにスイッチさせる、まあ、通称ファルコンなんてね、呼ばれ方をしていますけども、この戦術を使っています。まあ、クイヒーで序盤タウンホールを落としたりとか、あと防衛軍を処理して、で、バルキリーの天敵になるような、まあ、空系のドラゴンとかですね、そういうのを排除した上でバルキリーラッシュを仕掛けると。いう感じで、こんな風に、ドドッとレイジをとにかく重ねていって、バルキリーの攻撃力を上げながら、かつ、ヒーラーの回復量も上げるという感じですね。まあ、当然、こういう風に耐久砲に撃たれたりとか、スケルトントラップが来ちゃった場合には、もうこれ対処の仕様がないんですけど、まあ、それでもちゃんとね、星2の高パーセンテージまで伸ばすことができるので、レジェンド隊のですね、トロフィーを維持するということが可能になるということですね。で、当然ながら、これをしつつですね、最終的には、5000を超えるようなところを狙って、レジェンドトロフィーを稼ぐ形でフィニッシュするというような戦略をとっています。まあ、このね、レジェンド隊で低タウンホールのアカウントを作っておくっていうのは結構大変で、攻めもね、こういう風に、言わずもがな、工夫がいるんですけども、一方で防衛面がとにかくひどいんですよね。今、リュウキさん、これ星2の、66% で、相手のトロフィーが自分よりも結構低いのでね、7しか稼げてないじゃないですか。こんな風に、とにかく、防衛でもう40奪われるのはもう目に見えてるので、少ないトロフィーだけどもね、格下のトロフィー隊からこう稼いでいくっていうことがどうしても、必要になってくると、まあ、いうね、特徴が低タウンホールのレジェンドにはありますね。そして、ですね、まあ、一応今のところ、ざっくり戦術どんなの使ってるのというのと、全体の、なんていうのかな、レジェンド維持戦略的なところ、話をしましたけども、ここからはですね、ちょっともう少し、攻め方の方に踏み込んで見ていきたいというふうに思います。では2本目こちらですね。こういうタウンホールが中心付近にある村は結構痺れますよね。なんといってもタウンホール取り損ねるわけにいかないんで、これも同じですね。クイヒーからのバルキリーラッシュ。で、裏からホグライダーを若干回していくっていうところですね。バーバリアンキングはバルキリーが外側の壁の方に流れないようにカットを担当するというところで、この配置なんか見たことあるな。僕がタウンホール10の時に使ってた配置だな、きっと。結構なテンプレ配置ですね。はい。
で、まずはクイヒで上方面カットしていきながら、これバルキリーが絶対それないようにルートを作っていくんですね。で、タウンホールの、まあ、ケアも大事なんですけども、一方で防衛援軍のケアも結構大事で、まあ、こんな形でババキンのカットを入れていきながら、バルキリーにですね、壁を殴り開けさせる準備をするという感じですね。こうカットを入れていって、バルキリーがこの壁を殴るように仕向けると。で、ここからアーチャークイーンも中に入っていくので、で、ウィザードも後ろからね、こう追従しています。この形を作ることによって、防衛軍ソラケンが出てきたとしても、これを撃破できるような形にしておくっていうのが1点。あともう1個ね、これ注目すべきはこれ、このね、お墓なんですね。このお墓がここにあるっていうことは、ここに何らかユニットが入ってきてるっていうことじゃないですか。入ってきているので、防衛援軍をもう連れ出して、この村防衛援軍入ってない可能性がありますよね。結構高いと思うんですよ。レジェンドじゃなくて、これね、タイタンの相手を攻めているので、中に防衛援軍が入っていないだろうということもある程度見越して、おそらくこういう形で、まあ、一応念のためアーチャークイーンもね、壁の中に入れますけども、援軍処理を、ちゃんとする前にバルキリーを出していくことができるというところですね。これちょっと危なかったですけどね、あのギリギリアーチャークイーンのクロークを残した状態で中に入っていけたので、これレイジを使ってシングル IT にやれる前に、トムじゃないクロークですね、タウンホールを撃破していくという形ですね。これワンチャン全開見えたんじゃないかな。惜しいアタックでしたけどね。この多分シングルインフェルノが最後アチャクイ倒さなければいけたんじゃないかなって気がしますけど、いいアタックでしたね。格上にこう攻める場合でも、やっぱり防衛軍がないと結構違うし、まあ、その防衛軍やっぱりね、タウンホール9で当たる相手としては相当あの援軍のパワーが強いんで、ポイズン2枚積んでいってますね。この辺はもうあの絶対こけないような星2の取り方をするというところで、フリーズとかね、そういう攻めの呪文ではなく守りの呪文、ポイズンもしっかり持っていくというところを徹底してますね。うまいなっていう感じがします。さあ、もう1本見ていきましょう。はい、でこちらですね、またこれもタウンホール10を狙っていきます。とにかくリュウキさん言ってましたけども、まあ、タウンホール13とか14とかそういう相手からあの星1をかきむしで取るっていうのも、まあ、あの結構これはこれでね、一気だと思うんですよ。僕が前タウンホール8で、レジェンドにいる方の動画紹介していますけども、それ見てもらうと分かるんですが、タウンホール13、14から取っていくんですね。星1をもう無視で取るんですよ。これはこれですごいんですけど、このレジェンド低タウンホールっていうのはそれぞれ一言にこう戦略がやっぱ分かれていて、龍騎さんの場合は、タイタンリーグにいるタウンホール10をとにかく狙う、もう気長に頑張って、あの雲の中をこうですね、あの他を探すって押しまくるらしいですね。で、なんとかこういうタウンホール10を探したら、そいつからきっちり保身にないしはワンチャン全開を狙っていくというのが戦略だそうです。なのでタウンホール10がこういう風にいっぱいありますけども、もうこれを狙うその根気ですよね。根性がまずすごいというところですね。僕なら多分途中でギブアップしますね。諦めると思います。はい。で、今回もこれ防衛軍がですね、これ入ってないんですよね。だからこういう相手と当たると結構美味しくって、しっかりタウンホールを壁外からアーチャークイーンが撃破で、さらに中心部分にこれバルキリーをしっかり流し込んで、ファルコンの形ですね。これちょっとね、レイジが足んなくなっちゃったんで、あの壁の開けに苦労していますけども、この辺がスムーズに開いたら割といけたかもしれないっすね。これ惜しかった。で、こういうとこもうまいですね。しっかりアーチャークイーン対アーチャークイーン当たるところでポイズンを使っていくというところ。これで少しアーチャークイーンの延命ができて、破壊率を伸ばすことができましたね。53% まで持っていて、星2という形ですね。最後60弱ぐらいまでいくのかな。はい。というのがですね、リュウキさんのタウンホール9レジェンドの戦略になります。で、このね、バルキリーを使った方法って、結構タウンホール13、14相手でも多分やれるんだと思うんですね。当然タウンホールが今のこの村みたいに、こう真ん中にあった場合は、この辺にあった場合ね、これはもう無理ですね。タウンホール13とか14のギガテスラ、ギガインフェルノは、さすがに、強すぎるので、落とすことは多分できないと思います。突破兵器もないとね。なんですけども、しっかりとこれタウンホール、10とかのレベルであれば、こういう真ん中の村も攻められるし、なんか今一瞬ウィザードが出てきましたね。画面が一瞬飛んだのか、ちょっとごめんなさい。落とすことができるし、タウンホール13、14でも、こういうね、外周のこの辺とかに、
こういうところにタウンホールがあるような比較的外出しのタウンホールに近い村、を選ぶことができれば、しっかりとそこにファルコンを流し込んでいって、ガツンとねこう流し込んでいって、大量のバルキリーで一気にこのタウンホールを落としちゃう。でその周りに、スケルトントラップがあってもバルキリーなら関係ないし、でなんだポイズンの呪文も持っているから防衛軍出てきてもワンチャンタウンホールはバルキリーが落としてくれると、レイジガンガン打っていくっていう感じですね。レイジヒーラーで押していくっていうことが、まあ、できるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、なのでこの編成を使ってるんじゃないかなっていうね、ところですね。やっぱりまあタウンホール9と8の大きな違いはアーチャークイーンのね存在が大きいですね。こいつがいるんでクイヒーっていう永久機関戦術を使うことができるんで、それでやっぱり破壊率も稼ぎながらサイドカットもしっかりと、ユニットコストを消費せずにやっていくっていうところがね、タウンホール9におけるレジェンドアタックをする上でも重要なポイントになってくると思うし、まあ、それを今回リュウヒさんかなり上手に使ってタウンホール10相手に、確実に星2からのワンチャン延長全開狙っていく、トロフィーの稼ぎ方ですね、これをやっているのが印象的な、ところだったんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、リュウヒさんが、稼いだトロフィーなんですけどね、レジェンドトロフィーどれぐらい持ってんのというのをちょっと見せてもらおうかなと思ってます。はい、42。いや、よく稼いでますよね。だから防衛に対して攻撃が23でしょ。あ、まあ、防衛ってこれあれか、守った回数か。で、一回守ってんだ。すげえな。逆にすげえなって思うけど、守れたことか。でもやっぱりね、こんな風に、レジェンドリーグに関しては、一桁ですよね。こう一桁をこう重ねて、ちゃんと、こう42とかでね、いうトロフィーをこう稼ぎ出してる。まあ、ワンチャンこの46ってところもね、行くんでしょうけど、多分その後の防衛で一気に40とか持ってかれちゃうんで、きついですよね。まあ、いう形で、戦略的にトロフィーを稼ぐというね、リュウキさんの、タウンホール9レジェンドの、挑戦の中身を紹介させていただきました。はい、というところでですね、本日の動画、終わりにしたいというふうに思います。タウンホール9レジェンドいかがでしたでしょうか。まあ、こんな形でですね、ちょっとまあこう変わったタイプの動画もお届けしていくんですけども、基本的には私のチャンネルタウンホール12から14までのクラン対戦の解説の動画やっております。なかなかね、対戦で全開が取れないとかいう悩みがある方に対してはぜひね、見てほしいチャンネルになっているかと思いますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。